オーケストラバンドの生演奏で堪能する大ヒットコンサート第4弾名古屋初開催、10月1日土曜2日日曜愛知県芸術劇場。チケット情報など詳しくは相棒コンサートで検索。皆さん、トヨタカローラ岐阜からのお知らせです。ダララライズ、ダララライズ、ライズにハイブリッド追加で新登場。ぜひお近くのトヨタカローラ岐阜にお問い合わせください。お待ちしています。ニュース中日新聞ニュースの時間です。ニューススタジオ大沢アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。岸田総理大臣は今日、弾道ミサイル発射を繰り返す北朝鮮への対応に関し、高度の警戒態勢を維持するとともに、我が国の防衛力を抜本的に強化していかなければならないと強調しました。総理官邸で記者団に語ったもので、外交面や制裁の観点も含め、アメリカ、韓国と連携しつつ検討していきたいと述べました。日本の防衛力強化については、国民の命や暮らしを守るために十分な備えができているのか、こういった観点からあらゆる選択肢を排除せず、現実的に検討していくことが重要だという考えを改めて示しました。ウクライナを支援するための防弾チョッキとヘルメットを乗せた自衛隊機の第一陣が、日本時間の昨夜、隣国のポーランドに到着し、物資をウクライナ側に引き渡しました。これは岸防衛大臣が今日の記者会見で明らかにしたものです。自衛隊機は愛知県小牧市にある航空自衛隊小牧基地を今月8日夜に出発していました。また自衛隊機の